皆さんお久しぶりです。ご機嫌いかがでしょうかふじゃんです。僕は相変わらず元気に過ごしておりますが、ちょっと動画ね、かなり久しぶりなので、最近集めてるものをご紹介します。えー、ポケモンキッズなんですけども、最初の初期のシリーズで、結構ね、あの、備品で、まあ、できるだけ傷なしの新品の状態にこだわって、ちまちま集めてて、えー、約ね、1年半くらい経って、現在が、 えー、これくらい集まったんですけれども、今で100体ちょっとくらいかな。まあ、全部で、この最初の時って151匹いたので、ま、もう間もなくというところなんですけど、まあね、こういうシリーズ物って集めてると最後の終盤あたりになると、だんだんそのピンポイントで欲しいものが見つからなくなってきて、えー、苦労するんですけどね。ちょっとね、非常に最近ポケモン熱高くてですね、なぜかというとこの、 ゲンボーイアドバンス SP 買いましてね。えー、ピカチューバージョン。僕ね、昔やってたんですけど、これ久しぶりに、ね、買いましてね。いやー、これね、もうエモいですよね。これをね、やっとるわけですよ。4日くらいで電動入りしましたけどね。いや、懐かしい。懐かしい。いいねー。やっぱりこう、昔買ってたものとかを、もう一回買い直しちゃいますよね。結構ね、 ポケモン育ってるんですけどねまあこんな感じでやってるのでそのせいでやっぱこの初期のポケモンの熱がさらに高まったという状態なんですけどまあでも一応他のねルビサファとかのシリーズもねちょこちょこ集めててまだルビサファ系のポケモンは4体くらいしか持ってないんですけど金銀のね上都地方のポケモンは、えー、もうほとんど集まりましたねあと1匹くらいまだ残ってるんですけどもうそれ買えば 全部揃うんですけど。やっぱこの最初の関東地方のね、ポケモンのデザインが一番好きなので、えー、早くね、コンプリートしたいですね。結構ダブりもあるんですけどね、たラプラスとかね、あと他にも塗装のバリエーション違いとかあるんですけど、やっぱこうポケモンはなんかこう、やっぱウルトラ怪獣と同じように個性的なんですよね。なんかみんなもう全然違うから、これだけね、こう賑やかになるとね、嬉しいですね。 さあ今日はそんなポケモンキッズ、えー、まだ持ってない、えー、キャラクターたちねもう買ってきましたのでご紹介したいと思います。これねファイアレッドとリーフグリーンが発売した時期に出ていた、えー、キッズでして、まあ、昔の初期に出たポケモンキッズの最終、まあ、録と、えーまあ、一部新規造形とかになるんですけども、まあ、そういったものがねあの出てましてその時の時代のケンタロスですね。 えこれを買ってきましたそしてその他も、えー、これもね復刻バージョンで、まあ、復刻バージョンと言いつつもねもうこれ99年のやつなんでもうかなり昔のもので、えー、初期のポケモンキッズはね何度かその復刻の機会があったんですけど、まあ、その時のものですね。復刻といえど最初の初版からわずかまだ数年しか経ってない状態なのでもうこの最初の復刻版自体がかなり古いのでね、えー、ちょっと手に入れるのはね あの難しいんですけどこういったものをちょっと未開封でねゲットいたしましたでかなりね僕欲しかったのがこのストライクなんですけどこれストライクがね入ってますこの間出たあの復刻バージョンはブラインドパッケージなので中身が何かわからなかったんですけどこの当時は親切にちゃんとね中身がわかるようになっててでこのねパッケージがゲームボーイを してるデザインで非常にこれセンスがあっていいです。かっこいいよね、えー。キングラーが入ってますね。ちょっとではこれ開けていきましょう。えー、よいしょ。この当時はね、あのビニールとかに入っていなくてね、もうそのまんまもう本体が入ってるので、結構ね、スれとかがある場合が多いんですけど、結構綺麗ですね。うんねもう 20年以上昔のものですけどやっと今この外気に触れましたえー、時を超えてね新品の状態で私のこの元にやってきたというのはこれは嬉しいですねえー、しっかりこうラムネもね未開封で入ってるんですけどやっぱ僕当時のこのつぶつぶのラムネ好きでしたねうん今あのでっかい一粒だけのラムネとかあとまあちっちゃいガムとかそういったパターン多いですけど やっぱり一番この食感のお菓子でうまいなと思うのはこのタイプのね、つぶつぶのラムネですね。硬くて味もいいんですよね。これ。おそらくこれ普通にも食べれると思いますよ。うん。なんかね、まあ、できれば食べない方がいいんだけど、なかなかね、あの、ラムネって劣化しにくいので、味もそんなに、その元の購入した人の 保管状態によるんですけど、まあ、その状態が良ければ、今でも食べれますね。え、え、僕もあの、何度か動画の中で、あの、食べたことがあるんですけど、まあ、ちょっとパフォーマンスとして、一粒食べてみましょうかね。えー、1999年のラムネでございます。うん。美味しいですね。全然、味もあんまり変わってなくて、 美味しく召し上がれます。まあ、非常食として、もうどうしても食料がない時なんかにおすすめです。まあ、お腹を壊すかもしれないので自己責任でお願いいたします。さあ、次が、ね、えー、ケンタロス開封していきましょうかね。やっぱこのストライクとかケンタロスとかね、なんかこのサファリパークとかに出てきたようなポケモンっていうのは、あの、捕まえにくかったので、それがちょっとね、 捕まえにくいポケモンとしてのこうちょっとレアリティの高さみたいな部分でなんかこう小さい時から憧れてたポケモンたちですねやっぱストライクかっこいいねうんまだこのハッサムとかそういった進化系がまだ存在してない時代なのでえーもう進化のないポケモンということでこうね単独のなんかこう結構強いイメージのポケモンだったのでストライクはお気に入りですねえー、次が なんだっけ次は、ベトベターか。ベトベターです。よいしょ。はい、こんな感じで、えー、またコレクションが増えました。いやー、かっこいいし、かわいいし、やっぱりポケモンは最高ですね。こんな感じで、まあ特撮チャンネルなので、あまり需要がないとは思うんですけれども、こういった、えー、まあ僕の最近のマイブームですね。マイブームというか、まあもう、 ちょこちょここずっと、ね、集めてるので、えーまあ、これからものんびりのんびりと一個ずつ増えていってじきにコンプリートできると思うんですけどうんすぐ買うこと自体は簡単なんだけどこれを綺麗な状態で揃えるってもうあらゆる手段で集めてるので、まあ、ネットオークションをしっかりあとはまあ実際にねあの足を運んで、えー、中古ショップを巡って手に入れたものもたくさんありますし。 もうそうですね、ど田舎とかのショップ巡ったりとかね、いろんなところ行ってるんですけど、んこんな状態でね、非常に満足でございます。今後も、コンプリートした時にまたご紹介しようかな。あと次、金銀のシリーズもほとんど集まってるので、それも機会があればお見せしたいと思います。いや、ポケモン最高ですね。今のところ僕は自分の世代だったアドバンスジェネレーションの時代までは、 集めていきたいなとと思っておりますす、えー、グラードンとかカイオーガの時代ですねいやーやっぱあの時代でもねなんかちょっと新しいなって感じるんだけどもうあれでも20年近く前ですからね、えー、今のポケモン全然わからないですけどやっぱり昔のポケモンはいいなと解雇中なんですけどね、えー、皆さんのお気に入りのポケモンは何でしょうか、えー、こういった昔触れたシリーズをもう一度集め直すのも楽しいので ぜひ皆さんもやってみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。